よーし、王様ゲームやるわよ。やっぱりか。昨日の予想通り、やはり王様ゲームは始まってしまった。授業始まったらすぐ言い始めたもんな、かぐやのやつ。おいおい、やっぱりやるのかよ。そうれな。何か文句でも？というか、やりたくないんだったら他にやりたいこと言いなさいよ。いや、別にやりたくないわけではないんだけど。ね。わかる、わかるぜその気持ち。とりあえず反発しとこうかなって思うよな。それそれ。たく、あんたらはいつもそうだよね。レミリアを見習ったら、じっと待機してるじゃない。いやー。お前、あれは観念してるような目に見えるんだけど。そうかもな。そう同意を示すが、僕にはあの目の本当の意味が違うことを知っている。実際どうなの？レミリア、やりたいことがないからやろうかなって感じよ。なんだかんだ面白いじゃない、王様ゲーム。ほらね、こう言ってるじゃない。レミリアさん、いいんだぜ。こいつのことなんか気にしなくても。大丈夫よ。伊達に長い付き合いじゃないわ。そらそうだ。そうレミリアさんは言いながら、でも、目の奥からは強い意志が溢れ出ていた。だって、考えてみれば簡単な話で、単純にこの関係をまだ誰にもバレたくないのだ。今日は、付き合ってからで一番のピンチと言っても過言ではない日。レミリアさんだけでなく、僕にも緊張感が走っていた。とりあえず、うだうだ言ってる時間がもったいないし、早速始めるとしましょうか。そうだな。そういえば、今回、ルールとかは特に決めなくていいのかしら？ほら、学校の中だし、できないこともあるじゃない？ああ、確かに。どうする？かぐや。外に行かないとできない系だけ禁止でどう？いいんじゃないか？それ以外に二人は変えて欲しいものとかある？私は特にないわよ。俺は、クラスのやつを巻き込む系もやめて欲しいかも。それは間違いない。だよな。オッケー。じゃ、その二種類以外はありということでいいわね。まあ、後付け加えるなら常識の範囲内でよろしく。それは当たり前よ。じゃあ、もうやってもいいかしら？全員がこくりとうなずいたのを確認して、かぐやは号令をかける。じゃ、行くわよ。王様だあれだ。号令に合わせ、くじを引く。最初はな。王様難しいから嫌だな。そんなことを思いながら番号を見ると、2番だった。あちゃ、最初は王様嫌だったんだけどな。お、かぐやが初手王様か。らしいわ。最初は難易度調整の意味もあるから難しいよな。そうなのよね。やっぱりこのゲームは復習されるのが一番厄介だから。そうね。というか、このメンバーだと。悪乗りしたら悲惨なことになりそうだし。そうよね。いくらレミリアとこっち2人とが関わりがないと言っても、私は全員と関わりがあるわけだし。あれ？私が一番不利な気がしてきたわ。そうだろ。うわぁ、それは厄介ね。ま、でも、最初にやることは決めてるのよ。そうなのか？ええ、どれだけ私が今日を楽しみにしていたと思っているのよ。知らないけど。でしょうねー。ま、とりあえずね、一番の人のいいところを、他の二人が言うでいくわ。なるほど。こういうメンバーだからこそ面白いな。でしょ？まあ、知り合いだったら知り合いだったで面白いんだけどね。恥ずかしめるのとか簡単にできるじゃない？お互いをよく知ってるわけだし。確かに。それで、一番は誰なのかしら？私ね、最高すぎない？お前はそうだろうな。こっちとしてはめっちゃ難易度上がって大変なんだけど。ほんとそれよ。まさかのここで一番来てほしくなかったレミリアさんか。いいところは無数にあるけど、どうやってごまかすかよな。さてさて、どっちが先に言うのかしら？先に言っといた方が楽だと思うわよ。だよな。じゃあ、先に俺から行かせてもらおうかな。お、その心意気いいわね。じゃあ、向こうの思うレミリアのいいところは？そうだな。やっぱり優しさかな。俺も、多分ハクとかかぐやもだけどさ、レミリアさんに助けられることって多いと思うんだよ。まあ、特に俺なんかは宿題とかやってきてなくてよく見せてもらってるしな。そうだな。僕も仕事こなしてる時に何回も助けられたわ。私も数えられないぐらいあるわね。というか、基本助けてもらってないと大惨事を引き起こしてた気がするわ。照れるんだけど、今回のお題はそれがメインだからね。しょうがないわよ。というか、向こうさんひよってるんじゃないかしら？優しいとかそんなわかりきってること言う？ここで。いや、しょうがないだろ。だってそれが一番最初に思いついたんだし。ふーん。なんだよ。私は言われたことないのになって。言うか。というか、仮にお前が優しかったとしても、優しさのベクトルが褒められたものじゃないんだよ。それはそう。結局どうしたいんだよ。いやー、別になんでもないですけどね。それならいいんだけどさ。まったく、かぐやのやつは何を考えてるんだか。それで、吐く。うん、どうした？お前この流れで逃げるつもりだったんじゃねえか？な、何のことやら。やっぱそうじゃねえかよ。もうこうよ、考えてもみてくれ。普段全く接点がないと言っても過言ではない僕。そんなモブがレミリアさんのことを軽々しく褒められると思うか？できることなら酒に行くに決まってるだろ。嘘だけど、めっちゃ嘘だけど、毎日電話してるしなんなら彼女だし。それに、結構レミリアさんのいいところは褒めてるつもりだし。そうかもだけどよ。ほら、もしかしたらここからワンチャン生まれるかもだろ？本音は？本音は？さすがにないだろうな、やっぱりそうじゃんか。でもよ、
レミリアさんは聞きたいかもしれないだろ。まあ、聞けるなら聞きたいけど、褒められて嫌なことはないしね。どう思ってるのかも聞いてみたいし。ほら、こう言ってるじゃねえか。確かに。まあ、ここで言わないのは僕としても思うところがある。というか、さっきからレミリアさんがやってほしそうな目をしてるんだよな。じゃあ、言わせてもらいましょうか。お、ついに行くのね。じゃあ、白の思うレミリアのいいところは？そうだな。なんというか、一緒に話すときに楽な感じがするところかな。まあ、まだそんなには話したことないんだけど、一緒にいてすごく話しやすいんだよ。これを楽っていうのかはわからないんだけど、一緒にいて心地いいってすごいことだなって思ってます。ああ、まあ、確かにそうだよな。レミリアさんの周りに人が集まってくるのもそれが理由だろうし。そうねー。でも、そんなに楽に感じるの？結構ビビってるのかなって思ってたんだけど。楽じゃない？一緒にいるの。まあ、そうなんだけども。ハクくんはそんな風に思ってくれてたんだ。うん、まあ、そうだね。あれ？今、レミリアさん、僕のこと。ありがとう。白影くんにそう言ってもらえて嬉しいわ。いやいや、お礼言われるほどのことじゃないですよ。気のせいか、疲れてるのかもな。おい、そこイチャイチャすんじゃねえぞ。モコウくんもかぐやとやってくれてもいいのよ。やるわけないだろ。あらら、それは残念。それよ、やってくれてもいいんだからね。お前も乗ってくるんかい。たく。かぐや、早く次行ってくれ。しょうがないわね。じゃあ、次行くとしましょうか。王様だ、あれだ。その掛け声に合わせてくじを引く。いやー、1個目のお題めっちゃ長引いたな。長くなりすぎてあと数個しかできなさそうだし。王様でも来てくれないかな。そう思うが、番号は1番である。よっしゃ、俺が王様だぜ。もこうか。めんどくさいのはやめてよ。そうだそうだ。うるせえな。もちろん、さっきやられたからにはやり返してやるよ。それが僕に当たったらどうする気なんだ。知らん、マジかよ。じゃ、今回のお題を言おうと思う。1番と3番が愛してるゲームしてくれ。お前やったな。これは楽しいことになりそうね。ああ、じゃあもしかして。私が3番ね。やっぱりそうですよね。いやー、狙い通りだわ。お前。なぜかぐやを狙わなかったんだ。え？そりゃ簡単な話だろ。尊そうだなって思ってな。マジかよ。いやー、はずすぎるんだけど。公衆の面前で愛してるゲームとかできたもんじゃないんだけど。ねえねえ、白影くん。どうしました？どっちが先行でやる？おう、ノリノリですね。まあ、こんな場でイチャつけることなんてないからね。じゃあ、僕が先行でもいいですか？いいわよ。よし、決まったみたいだな。じゃ、行くぞ。愛してるゲーム、スタート。その号令とともに、愛してるゲームは始まってしまう。まあ、ここまで来ればやるのは必然。なら、僕がここでやることは。全力でやることだろう。レミリアさん、愛してます。ありがとね、白影くん。私も、あなたを愛しているわ。そう言ってもらえて光栄です。だからこそ、僕はあなたに並べるように頑張ります。大好きです、レミリアさん。そう、ありがとう。私こそ、白影くんのように。いや、ハクくんと、ずっと並んでいられるように、頑張らせてもらうわよ。やっぱりだ。聞き間違いではなかったらしい。どういう理由かなんてわからないけど、レミリアさんが僕のことをハクくんって呼んでいる。それに、僕と並んでいられるように、なんて。僕の方こそだと思うんだけど。ハクくん、いつもありがとう。大好き。その顔は、どこか泣きそうで、でも、すごく嬉しそうな表情をしていた。そう、それは誰もが思わず見とれてしまうほどに。終了。気づけば、愛してるゲームに敗北していた。いやぁ、レミリアさん強すぎません。そんなことないわよ。危なかったんだからね。結構私の方もドキドキしてたんだから。いやぁ、最後のやつやばかったな。それな、思わず見とれてしまったわ。めっちゃわかるわ、それ。すごすぎたもんな。てかな、お前も、あんなセリフよくポンポン出せたよな。お前のセリフも大概ドキドキしたんだけど。ほんとにね、レミリアがやばかったのは100も承知の上だけど、吐くのも結構攻めてたわよね。俳優でも目指してんの？そんなわけあるか。というかまあ、ゲームともなれば全力でやるだろ。それでつい熱が乗ってしまったと言いますか。まあ、そうなんでしょうね。というか、レミリアもあそこまでやるって思ってなかったわ。そりゃ、ね、なんだかんだゲームし始めると熱入っちゃうのよ。それさっきも聞いたようなセリフね。はぁ、息ぴったりすぎないかしら？そうかもな。ねえ、あんたらお見合いなんだしさ、付き合うとかどう？はい。何を言ってるのかしら？いや、なんというかさ、あんたら二人が付き合ったら面白いかなって思ったのよ。というか、ハクはわからないけどレミリアに関しては。ちょっと黙りましょうかね。あ、ごめん、やりすぎだったわ。もう、まったく。というか、さすがに付き合うのは無理だろ。レミリアさん側にも問題あるんだしさ。ま、それもそうなんだけど、こんな大衆の面前で告白でもしようものなら気まつりでしょうね。特にハクはボコボコになるわよ。だよな。まあまあ、一旦落ち着こうぜ。これ、授業なんだしさ。あ、そうだったわね。
というかもうほとんど時間残ってないじゃない。あらや、時間をかけすぎたか。てか、授業ってことは何かレポート的なのあるんじゃ。え、そんなのあったら終わるんだけど。大丈夫よ。あの先生がそんなめんどくさいことするはずがないでしょ。それもそうね。というか、そんなことする先生ならこんな授業しないだろうし。それな。じゃ、あとはチャイム待って今日の授業終わりか。そうだな。ああ、なんか今日は一段と疲れた気がする。あらあら、大丈夫かしら？誰のせいだと思いで。まあまあ、いいじゃない。楽しかったでしょ？否定はしないかな。よし、じゃあ、いいじゃない。よっしゃ、帰りにカラオケでも寄って帰ろうぜ、ハク。いいよ。そうもこうに了承の言葉を返し、僕は一息ほっとつく。今日は大変な一日だったと、改めてそう思う。でも、レミリアさんとの関係はバレずに済んだようだし、一件落着だろう。そんなことを考えていると、授業が終わり、チャイムが鳴り響くのだった。